ていう本はですね、西洋哲学編と東洋哲学編という二つに分かれてて、まあ、二冊の本に分かれてるんですよね。で、今回の無料放送では、その西洋哲学編の途中までのお話になります。ただでさえですね、もう短い時間の中で、ヤムチャさんがですね、ヤムチャさんの本がもう分かりやすいんですよ。とにかく分かりやすいんですけども、それをさらに僕が短い時間の中でさらに噛み砕いてお伝えするということでですね、まあもう哲学の好きな方、マニアの方から見たら、いや、そこ違うよとか、正確にはこうだよっていうですね、まあ、かなり突っ込みとか怒る人もいるかもわかりませんけど、あくまでも入門書のさらに入門講座ということですね、ご容赦ください。この動画はですね、2017年3月19日にですね、放送したニコ生岡田斗司夫ゼミ第170回。ですね。をアップグレードして再配信します。動画の最後にもですね、追加のアップグレード情報をちょっとだけ足そうと思いますので、お楽しみにしてください。それではですね、動画のスタートです。今回ね、きっかけはですね、まあ哲学の本っていろいろあるはあるんですよね。例えば、もう僕が前持ってたのこういう本です。哲学用語図鑑というやつですね。これは便利な本ですね。哲学用語が図鑑になってるんですよね。なので、図鑑なのでですね、すべてのページが図解でできてるんですよ。例えば、現象っていうのは何かっていうのは図解すると。で、もう1ページ1つなんですよ。提言名法ですね。カントのですね、実践理性批判に出てくる、めちゃくちゃめんどくさい提言名法っていうのも、これも図解で出てくるとかですね。で、ドイツ関連論っていうのも図解で出てくるというですね、すごい便利で、これ僕はトイレに置いてあってですね、トイレでなんか読んだら笑える本というか、あと後を引かない、全部1ページで終わるから、集合的無意識ですらですね、ちょっと複雑な図解でやってくれるんですよね。なのでこれ大変便利な本なんですけども、ところがこの便利な本にしてもですね、哲学の知識がつくだけであって、なんだろうな、本来の哲学が持っている真理とは何かとか、政治とは何かとか、神とは何かっていう根源的な、疑問ですか。そういうふうなものには全く役に立たない。まあ、言っちゃえば人間の悩みには全く役に立たないわけですね。カントの提言名法が何か分かってもですね、なんで俺の給料は安いんだっていうですね、実存的な悩みには全く影響がないわけですよ。で、まあまあ、しょうがねえなというふうに思ってたらですね、こんな本ですね。まあまあ、今回取り上げます。史上最強の哲学入門ですね。ヤムチャという人が書いたやつですね。これアマゾンで見てもらったらわかるんですけども、レビューの評価が大変、高いです。で、この西洋編から始まって、まあ、本当はこういうふうに置かなきゃダメなんですね。向かい合ってるわけですか。西洋編から始まって、続編として評判良かったから東洋編が出たというような関係だと思います。で、これがね、めちゃくちゃわかりやすい。で、なぜわかりやすいのかっていうと、これまでの哲学書には、哲学入門書っていうのはこの中に山ほどあるというよりは、はっきり言って、哲学書1に対して入門書1万という関係なんですよね。この世界で哲学書を必要としている人はほとんどいなくて、哲学入門書を必要としている人がほとんどだと。そんなジャンルないでしょ？考えてみたら。なんか、映画入門書の方が映画より多い世界なんてないんですよ。音楽入門書の方が音楽より多い世界なんてないんですよね。同人誌入門の方が同人誌より多いなんてことはありえない。ところが、こと哲学に至っては、入門書の方が圧倒的に多いって。これ何かっていうと、哲学っていうのがみんな知りたいなと思って、こういう悩みに本来役に立つんだけど、役に立つほど使いこなすには、なんだろうな、ほとんどの人がその領域に行ってないっていうのが、まあ、ポイントなんですよね。で、この西洋編の方でヤムチャさんが書いてるのが、これまでの哲学入門書には何が足りなかったか。それはグラップラー馬気成分が足りなかったのだというですね、作者は結論に至ります。グラップラー馬気成分というのは何かっていうと、次から次へと哲学者を登場させて、煽りを入れて、煽りいいですよ、これ。
出てくる哲学者、全哲学者入場って、哲学者入場ってことで、東京ドームの下のですね、地下コロシアムでですね、これから哲学者同士が戦うんですけども、神殺しは生きていた、さらなる新刊を積み、人間狂気が蘇った、超人ニーチェだおお、近代科学はすでに私が完成しているヘーゲルだうおー、経験され次第還元しまくってやる現象学の階層フッサールだというふうにして、次々と出てきてですね、もうこれだけ聞いただけでおかしいんですよっていうのは、なんだろう、経験を還元すると言われてもよくわかんないんだけど、煽り文句で言われるとキャラ化してきて、フッサールどんなやつだとか、神殺し超人ニーチェ出てきたって言ったら、なんかものすごいやつが鉄の玉ガンダムハンマーみたいなの持ってきて出てくるんじゃねえかというふうに考えちゃうわけですよね。本場の、哲学の本場は古代ギリシャになる、俺を驚かせるやつはいないのか、ヘラクレイトスだ、哲学は実践で使えてなんぼのぼん、超道具主義哲学、本家プラグマティズムからデューイの登場だというふうな形で、なんかね、こういうやり方でですね、哲学を紹介してるんですね。で、この中で語ってるのがですね、その、第一ラウンド、第二ラウンド、第一ラウンド、真理、第二ラウンド、国家、で、第三ラウンド、神様、第四ラウンド、存在っていうふうに分かれていて、まあ、書き方がすごく面白い。で、それに対して東洋の鉄人たちっていうのはですね、全く書き方が違うと。で、この西洋と東洋の差は何なのかっていうのをですね、まあちょっと噛み砕いて今日は、もうほとんどね、この本読んでくださいなんですよ。安い本ですし、読んで損ないから、読んだことなけりゃさっさと読んだ方がいいし、なんかね、ブログでも結構この人書いてるから、ブログ探してみるだけでもいいんですけども、まあこの本を読むのもめんどくさいという人のために、岡田斗司夫流に、ちょっと面白がり方みたいなものを指南しようと思います。第一ラウンド、真理とは何かですね。じゃあ、この本ですから一応出しておきましょうか。よいしょ。ね、史上最強って書き方がなんで最強なのかというと、グラップラー馬キだからですよね。この作者にとっては哲学者というのは戦ってなんぼですからですね、最強ということになるんですけども、大体ですね、一番最初に真理から何かに出てくるのがですね、プロタゴラスです。紀元前450年前ぐらいですね、人間は万物の尺度であるという人、言った人なんですけど、これ何かというと相対主義なんですよね。僕らはですね、相対主義っていうのを、自分の考え方と誰かの考え方が違うとか、日本の考え方と韓国の考え方が違うというときに、賢い人間は、それは国ごとに違って当然だよ。人ごとに違って当然だよ。だから、意見の一致なんてなくて当たり前だよ。だから、話し合いが大事だよね、とか、本来、真理っていうのは一つに決まるものではなくて、国ごと文化ごとに違うのが当たり前だよ、というふうに思ってると。で、例えば、韓国でも中国でもいいです。国民がそれに対して納得してなくてデモとか起こってたら、いやいやいや、文化が進んでないねというふうに感じちゃったりするわけですね。で、そうじゃなくて、十分に進歩した国では人間っていうのは相対主義っていうふうに受け入れるふうにって考えちゃうんですけども、とんでもないと。相対主義というのは近代文明社会の産物ではなく、ギリシャ時代にもうすでにあったと。土地、これなんでかっていうと、この本の中で詳しく、推理してるんですけども、まずそれぞれの民族ごとに、神話っていうのがあるんですね。で、その神話っていうのは昔からあるもんだから絶対だとみんな思ってると。例えばある民族っていうのは雷っていうのは神様が怒るからだというふうに考える。ある民族は雷っていうのは神様が巨大なトンカチで山をゴーンと殴るからだというふうに考えていると。ある民族は雷っていうのは雷神というやつがいて、そいつが上から天罰を投げるからだと考えていると。それぞれの民族にとって、だって雷の原因なんて分かんないわけですから、科学がないわけですからね。その常識を信じるわけしかないですね。その神話、迷信を信じるしかないです。絶対だと思ってたと。ところがギリシャ時代にですね、そのポリス、都市国家というのがどん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 巨大になったと。どんどんどん巨大になって、それぞれごとに違う考え方や宗教を持っていると。このポリスが巨大になると、周辺が触れ合うわけですね。そしたら、なんとびっくりしたことに、ちょっと待ってよと。俺のポリスではこうだったのに、お前のところのポリスで違うのかと。じゃああいつらは蛮族かっていうと、いやいや違う。お互いに都市国家ですから十分に文化的、文明的だと。文化的、文明的なのに、こんなに考え方が違う、神話が違うというのは、ひょっとしたら俺らが考えてた神話とか宗教とか神っていうのは、全部でっち上げかもしれないなという疑いが生まれるようになったと。これが相対主義の元になっていると。これ、こういうふうにですね、プロタゴラスは言ったというところから、相対主義というのは生まれてきたと。なので、現代人じゃなくても、ギリシャの時代からこの相対主義があったっていうふうにヤムチャさんは解説してます。で、
それだけだったらですね、何にも話進まないんですよ。相対主義っていうのは、だから当時ギリシャでもですね、最強の議論術というふうに言われてですね、何かを論じてる人がいたら、相対主義者が現れたら、それはお前の考え、俺は違うとかですね、いや、人にはいろいろ考え方がありますなというふうに言うのでですね、もう口がうまいやつは全員相対主義なんですよね。なのでギリシャ時代、基本的に有名な論客から政治家から偉い人、全員相対主義で、なあ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 でやっていくところにですね、その時代にソクラテスというのがポンと現れたと。ソクラテスというのは無知の知ということで知られていると。無知の知っていうのは、なんかよく日本ではですね、私は自分自身が無知であることを知っている。それが一番偉いんだっていう謙虚の美徳。いわゆる一歩引いた考えみたいに思われてるんですけど違うんですね。ソクラテスはどちらかというと純粋戦闘民族、サイヤ人みたいなやつですね。純粋議論民族で、なんかこう、偉そうに演説してるやつがいたらそこのところ行って、ほう素晴らしい。ところであなたが考えるその政治とは何ですか、正義とは何ですか、民衆とは何ですか、豊かさとは何ですかっていうふうに徹底的に言って言って言ってボコボコに凹ませて、ほうあなたは知らんわけですが、実は私も知りません。さあ一緒に考えましょうと言って全部の戦いを引き分けに持っていって帰るっていうですね、えげつないやり方でギリシャ最強と言われた哲学者になったんですよね。で、おかげで、この、まあ、粘着したんですよ。今コメント流れた通り。おかげでですね、もう嫌われて嫌われて、最後は権力者に、お前なんかね、ソクラテス大ブームになったおかげで、当時の青年たちが、いわゆる萌えブームと言いましょうか、そんな感じですね。哲学を本来学んでギリシャの将来を担わなければいけない若者たちが、全員ソクラテスの弟子状態になって、親の言うことを聞かずに、全部、ほう、お父さんが大人っていうのは何ですかという状態になっちゃったもんで、大人たち偉い人に嫌われまくって、ついには、青少年をかどわかした風紀を乱したという罪で死刑を命じられると有名な話ですね。でソクラテスは死刑を命じられた時に弟子たちが、いやそんな悪い法律には従わなくていいですって言うんですけど、ソクラテスは悪法も法であるって言って毒の杯をぐいっと飲んで死んだということで有名なおっさんです。でこのおっさんのポイントは、知らないっていうの、私は何も知らないんだっていうの、一歩引いた謙譲の美徳、引いた感じでやるんではなくて、知らないイコール知りたいという熱意を持ってるはずだと。もしあなたが自分のことを何か知ってると思ってるんだったら、その瞬間にあなたは知らないという熱意をもう失ってるということだと。そうじゃないと。常に戦闘状態であれ、常に知りたいと思ってると。知らないということイコール戦闘状態であるということなんだと。それが一番大事なんだっていう戦闘民族っていうのははっきりと言ったことなんですよ。で、これがこのソクラテスのいいところだっていうのが、この馬騎成分を入れた哲学入門書だから書けることなんですね。で、これでほぼね、ギリシャ時代、この、なんだろうな、真理とは何かという論争に、このプロタグラスの相対主義と、いやいや違うだろうと、相対主義でなんか知ってるな気になるなよと。じゃあ相対主義で考え方が違う、一人一人正義が違うから仕方ないよねってプロタグラスは言うかもわかんない。じゃあお前の正義は何なんだよと、お前の一人一人違うかもしれない、お前の正義なんか教えてくれよという、ソクラテスの戦闘体制によってギリシャは大混乱になったわけですよね。大ブームになったんですけども、これがあまりに強力すぎてですね、以後ですね、17世紀にデカルトが出てくるまでですね、この真理とは何かと論争というのは一時期休戦状態になったと。そこに17世紀ですね、フランスでデカルトが現れました。我思うゆえに我ありで有名な人ですね。X 座標、Y 座標というですね、座標軸、数学の座標軸のことをデカルト座標と言います。で、この名前でわかる通り、デカルトっていうのはですね、数学者でもあったんですよね。なので、数学者でもあったのでですね、哲学の考え、このいわゆる水掛け論みたいな考え方にですね、数学を導入しちゃったんですね。どういう意味かっていうと、数学っていうのは公理から定理が導かれる。公理というのは何かというと、なんでかわかんないけどというか、とことん考えたけども、もうこれ正解でしょうっていうのを公理ですね、公の断りとして、そこから定理を導き出そうという考え方。例えば三平方の定理っていうのは、60度、30度、90度かな。その三角形の短い方の2辺のに接する正方形の面積を足したら、長い斜辺の正方形の面積になるっていう。これが三平方の定理。中学校で習うやつですよね。で、これはですね、平行線っていうのはどこまで行っても交わらないとかですね。あと、三角形の内側の角度の
全部足したら絶対180度になると。これらは氷として数学上で知られてるんですね。この氷を組み合わせることで定理ができてくると。同様にデカルトはですね、じゃあ哲学にももう絶対に変わんないですね、公理っていうのを見つけようというふうにして、考えて考えて考え抜いた挙句、いやいや、何もかも疑えるんだけども、それを疑っている私、疑っている私という存在、これだけは疑わなくていいよなっていうふうにして、ここだけを公理として、こっからいろんなものを積み上げていこうとしたんですね。これがデカルトのですね、その17世紀のルネサンス時代の話です。で、18世紀、100年経ってカントが出てきて純粋理性批判というのをやりました。いやいや、そのデカルトさん、その考えると言ったって、人間の考えるというのは耳とか口とか、いわゆる言葉とか、見たものとかに惑わされてるでしょと。所詮、理性っていうのがあるような考えがして、デカルトさんはまるで考えることをすごい重要視してるんだけど、考えることもその言語によって、もしくは人間の脳の機能によって規定されてるじゃないですか。だから、所詮人間にわかるのは人間だけの真理ですよと。それは、よその星の生物とか、よその次元のものにとっては全然関係ないですよと。もちろん、全世界の民族、黒人、白人、中国人、何から何まで、すべてに通じる真理はあるかもわかりなんですけども、それはあくまで人間にとっての真理でしかないですよというようなことをカントが言い出したとですね。で、じゃあどうすんのと。100年ごとに偉い人を現す。17世紀のデカルト、18世紀のカント。で、18世紀の後半にヘーゲルが弁証法というのを言い出します。これ何かっていうと、じゃあもう、いろんな意見あるのが分かったと。ソクラテスの時代に戻るんですね。じゃあもうお互いぶつかってればいいじゃないかと。議論すればいいじゃないか。そしたら、正しいものや良いものの考え方が残るよと。勝つ負けるじゃなくて、A という意見、B という意見があったら、A が完全に勝つ、B が完全に勝つなんてことはありえないでしょ。そうじゃなくて、A と B の良いところを合体した意見が必ず残ると。この方法でやってったら、ひょっとしたら、すごいいいものが最後に残るんじゃないと。勝つ負けるのトーナメント制ではなくて、合体制ですね。合体制ではすごくいいものが残るんじゃないと。ほら、現に見てみろ、18世紀後半。フランス革命あったじゃんと。王政から民主制になったよね、と。いや、当時の人はみんなギリシャ時代のこと忘れてますから、なんせ、長い暗黒の中世があったからギリシャ時代のことをスコンと忘れて、ギリシャ時代にはもうすでに民主制とかがあったということがもうよくわかってないんですね。ほら見てみろと、王政が倒れて民主制が来た。この世界というのは進歩するんだ。前へ進むんだ。上へ登っていくんだ。というふうなことでですね、ヘーゲルが弁証法によって、哲学というのも考え方というのも進歩することができるんだ。お互い戦い合わせることで掛け合わせて、どんどん上へ行くことができるんだというふうなことでですね、まあまあ、大盛り上がりに盛り上がった。この18世紀というのが、僕が考えるに、哲学の黄金時代だと思います。西洋哲学の黄金時代です。もう、東洋哲学が出てくる前、アメリカが発見された直後ですから、産業革命より前なんですね。ヨーロッパという閉じた世界の中の人たちが自分たちのことを世界だと思えた幸福な瞬間なんですよ。この18世紀っていうのが。なので、以後、科学や技術とかですね、他の文化の方が哲学者よりも面白くなっちゃうんですね。で、これはですね、後で18世紀がなんで哲学の黄金時代だったのかっていうのは、まあもうちょっと解説します。はい、お疲れ様でした。無料部分はここまでです。今回の話ですね、哲学に興味を持った方は、ぜひ、史上最強の哲学入門、ぜひぜひ Amazon でですね、取り寄せて読んでみてください。すごくね、わかりやすい本で、もう僕本当に大好きなんですよ。で、本当はヤムチャさんにゲストで来ていただきたかったんですけども、本人にお願いしたらですね、やっぱりそう、人前で話すのがすごく苦手だという。だから、人前で話すのが苦手だから僕は本を書いてるんですっていうふうに、もう怒られてしまいましたよ。いや、そらそうだろうなと思いました。ヤムチャさんの本ってですね、まあ、アップグレード動画なんですけども、本当にね、本が完璧すぎて、あんまアップグレードの余地がないんですよね。ただ、その、ヤムチャさんの本にはアップグレードの必要がないんですけども、現代のコロナとか、あと AI の発達などを考えると、そろそろですね、その西洋哲学、東洋哲学という哲学のジャンル全体のアップグレードが必要なんじゃないかというふうに僕は考えています。例えばその、行き過ぎた恋愛リアリティ番組でですね、出演者を自殺に追い込むようなですね、まあ、ネットのいじめとかですね、さらにそれを非難するですね、こと自体の、まあ、是非、それが本当にどうなのかっていう問題ですね。で、
もちろんこれらは既存の哲学でもキリスト教でも仏教でも回答はできるんですよ。こういうふうなことに関してどういうふうに考えるべきかというの。ただ回答はできるんですけども、実は現代人が求めているのはですね、もうちょっと納得できる、わかりやすい哲学なんではないかなというふうに考えます。で、僕が思うのは、AI 大喜利っていうのがあるじゃないですか。つまり現代の AI ではですね、大喜利っていうのに答えることができる、面白い答えができるということなので、じゃあですね、哲学も AI が作れるんではないのかなというふうに僕考えます。なんでかっていうと、AI がお笑いを作れるというのは、実は面白い答えが作れるというよりは、人間が面白く読み取ることができる答えっていうのを AI は作れるからなんですね。で、これも AI が本当に、AI が本当にですね、面白いとは何かっていうのを理解して作ってるんではなくてですね、いわゆる膨大なデータの中から面白く解釈できそうだというふうな統計的なですね、選択、言葉の選択を行って組み合わせてきているだけなんですね。と同じようにですね、その哲学っていうのも、本質は、特に東洋哲学の本質っていうのは、いかに受け取る側が答えを読み取ることができるのかですね。西洋哲学の方は、いかに先人の教えっていうのを取り入れた上で、その上に積み上げることができるのかって。これは逆にですね、AI というよりはコンピューターが得意なウイルス進化のような考え方ですから、こっちの方もできると思うんですけど、同時に東洋哲学のですね、いかに受け手側が多様な受け取り方をして、そしてそれが自分の体験の中で、ああっていう瞬間が作れるのか。これもですね、AI のできることの範囲としてすでに入っている AI 哲学の時代に入っているんじゃないかなというふうに思います。後半の動画ですがですね、西洋哲学の解説の続きと、そんな西洋哲学に続いて、対して、東洋哲学というのはどういったものかというお話です。かなりね、ちょっと僕意外だったんですけど、冒頭で紹介したお便りにも書いてあったようなまとめの話をしてるんですけども、なぜ哲学が人間には必要なのか、悟りとはそもそも何なのかっていうですね、岡田斗司夫流なんですけども、ちょっと解釈もですね、お話ししています。ここから先は有料の放送になってます。続きが見たい人はですね、YouTube のメンバーシップかドワンゴのですね、ブロマガチャンネル、岡田斗司夫のアーカイブ、どれが好きなものを、僕は岡田斗司夫のアーカイブが文字起こしもされてますし、一番おすすめなんですけども、入会して見ていただければと思います。それではですね、ここから有料版スタートです。岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。毎晩ですね、だいたい夜の7時ぐらいに新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。岡田さんのおかげで、できました。オンラインサロンも、大学も。岡田斗司夫の会社は、社員に金を払わせてる。動画資本主義みたいなのを考えてる。あとで、2年後も3年後も、見れるような動画さえ喋っていれば、例えばこれまでだったら、1日1回しか更新できなかったホリエモンチャンネルが、1日2回、3回が可能になる。YouTuber の人たちが敵にならないんですよ。ライバルにならない。あの人たち今日面白いことしかできないから、普遍的なことってやってる人って割と少ないからライバル少ないんですよ。自分で一人語りの10分動画とかを上げ始めて分かったんですけど、あ、この人たち語れてない、頭の中で編集ができてないから、後から編集してるんですよ。それよりは自分の会話のリズムっていう風なものを面白がってもらうとキャラクターとして認知される。なるほど。そうしない限りやっぱりね、コンテンツとして使い捨てられちゃうんですよ。なるほどなるほど。